やるとするか。さあ、これはもしかしたらとてつもない。来てしまったぞ、この悪魔の。もう、これ悪魔の場所だから。このとんでもねえ場所だからな。魔界極まりねえもん。このティーダの。ティーダは何を考えてんだろうな、これやばいだろ、このもう、これやばいでしょ、これ。もうこれだから。もうこれですよ。もうわけわかんねえだろ、もうすでにだろ。もう何もかもわけわかんねえ。ちょっと待って。あ、これ、押さなきゃいけんのか。ちょっと待って。まあ、これ、なんつうの、まあ、勝手になんか流されていくから、勝手に流されていくから、まあ、その、なんつうの、まあ、止まりたい場所に止まんなきゃいけないみたいな。まあ、そういうあれなんだよ。ほい、こうか。で、その、なんか、なんつうの、まあ、こうやって、まあ、矢印みたいな。上下、右、左みたいな。その、行きたい方向みたいな。そのそれが、なんつうの、うまく重なってる時に行かなきゃいけないみたいな。わけわかんねえんだよ。とりあえずわけわかんねえんだよ。そういうことなんですよ。で、これ取るべ。まあ、あの、なんとなくその、なんかもう、まあ、できないよ。できなかったら、まあ、俺はもう消滅するかもしれない。この、ティーダマジ何考えてんだよ。これ乗ってる時のさ、教えてほしいよ。なんかで、まあこれでしょ。でこのまま行くでしょ。1、2、シュッ、左じゃね、右だ。でもう訳上がんねえんだよな。もうで、これぶっ刺すでしょ。ぶっ刺すで、何がどうなってるのかさっぱりわけわかんない。まあ、どっか道が、まあ、どっかの道がなんか繋がったみたいな、そういう感じだな。で、これ押さないとその、なんつうの、押さないとその、いけないみたいな。この台座に乗れないっていう。スカイ・ダルトン台座に乗れないっていうのがあれだよ。わけわかんないな。で、まあ、一回、ま、これ一周するわ。これ、あの、一周するから、これ、放置すると。で、またこれ元の場所に戻ってきて。で、これ右行ったらさっき行ったとこ。で、これ、難しいだろ、タイミング的なあれな。で、左行くべ。多分合ってるよな。で、左行って、そんで、こう、まずこれを取る。で、これはもう、あの、ここの、ここはもう OK なんですよ。多分 OK。なんかあったっけ、この、なんかあったかな。まあ、これ戻ることもできるんだけど、戻ることもできる。まあ、このまま俺は流されていく。それは流されていく。ほい。で、ここはもう OK。このエリアはもう、おしまい。で、今度は、この左。ちょっと難しくね？難しくね？タイミングがすげえ難しいんだけど。いや、これは違うよ。俺は、あの、全く意図してないからね。ちょっと待って、これ逆に、一回また戻って、このタイミングもあるんだよな。これ選べればいいのよ、自分でなんかな。これ選べるっていうか、そういう選択肢欲しいのかも。で、ちょっと待って。で、こう戻ってくるから、右だな。俺は右に行けばいいんだな、右。右だっての。また戻された。ぶち切れんだろ、これ。メンバーのうちの誰かしらなの。もうアーロンとか真っ先にブチ切れそうな気がするけど、あの人なんかもうそういう感じがする。もう行けなかったら、あ、でもまあ勝手にこれ、あの、ちょ、連打すっか、連打してもいいかもな。とりあえず、あの、勝手になんかさ、もう何もしなければそのまま上に行くから、上に行って元に戻ってしまうからさ、助けて。やべえだろ、もうやべえよ。さあ戻ってきたぞ。その左、左、はい、よし、OK、OK。 ちょっとラグもあるから、ラグのせいもあるかもしれない、もしかしたら。その可能性はある。で、これは、トゥン、もうこれ連打しておきだろ、とりあえず。あ、連打しちゃダメなんだ。連打したらそれはそれダメなのか。それはそれで問題が発生する。いうわけですね。はい。ぶっ刺しました。で、これで行ったとしても、いけんのこれ。
暗くなっちゃったわ。あ、でもこれあるんじゃないの。無理だよ。じゃあまあ一回これは戻す。多分これ動かなくなる、動かなくなるんじゃないかな。ちょっと待って、うん、おい、なんか暗くなってね、気のせい、俺だけ。まあとりあえずじゃあ今度は2番目だな。トゥン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 、はい。でまずこれをぶっ飛ばすと、これぶっ飛ばして、あ、電源か、ちょっと待って、ね、まあ、ちょっと 今ちょっと俺のリアル、俺のリアルちょっと問題、ちょっと問題発生するから、ちょっとこの俺はもう同時の、同時にどうにかしてね、トゥン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 、よし、でこれで行く、行くべ、行くべ、はい、これぶっ刺す、でぶっ刺すぞ、これ持ってるわけですよ。で確かあれ、これちょっと待って、一回あれか、戻んない、またなんか来なきゃいけないのか、まあ多分こう なんか往復するみたいな感じだった気がするんだよ。で、まあ、戻るね、戻ります。でまたこの一周する、でこの会話にまたこのまま流れていく。 今あれだよね、いつも奥行ったよ、でこう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 ポン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 、うん、歯のスフィアだよね確か、これ歯のスフィアでいいのか、まあ何かまあ何かしら変化があればまあそれでいいってことだろ、はい、どうすか、あ、OK っぽいな、いったか、よし。で、セットされている。まあ、これで OK なんです。まあ、多分これでい、まあ、いけなかったらいけなかったら、まあ、発狂するから。後ろがいい。牛と一緒にもう牧場行ってくるから。で、なんだが、トゥン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 。よし。前半だな。多分苦戦したの。で、これを取るべ。これぶっ刺す、確かそれが必要だった気がするんだよ多分。多分その刺した方向、あ、まあよく、まあ、分かんない、まあ、なんか2個必要だったんじゃないの。あー、ちょっと待って、ポン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 、ほい、もうこれでいったんじゃないか。でこれで多分刺したことによってこれ奥に行けるんじゃないかっていう、まあそういうあれなんだが、でさらにまあなんつうの、まあ、道とかなんかいろいろ作っといたから、これまでの過程でこれで上に行けるというあれなんじゃないですか。上だか知らねえけど、まあどうすか。OK だよな、オッケーちゃん、オッケーちゃんだろ。でこれを取るだろ、でぶっ刺すでしょ、ぶっ刺す、うぃえ、これ乗れないのか、そもそも生身で乗れないの、それが疑問なんだ。でこれ多分取った、はい、来ました、でこれでゲームで、あっちの宝箱も取れるよな。このまま流されていけんじゃないのって、よくわかんないけど、ナイトランサー普通にいけんじゃないか、あ、普通にいけるとそれは、え、よくわかんないけど、もう全くわけがわかんないんだけど、もうどのように接すればいいの。ナイトランサーなんかあるんじゃないか、よさげな感じしない、めちゃくちゃ強いんだけど、この攻撃改造のさ、
ロット的な、なんていうの、暗闇沈黙、毒攻撃ってあんじゃん。毒攻撃ってあったんだ。やばくね？で、カウンターでね。ちょ、カウンターフレンドスキャー、あ、フレンドスキャーできんだ。え、毒攻撃強くね？いや、毒でしょ。もう毒にしようぜ、これからの。これからの人生。じゃあ、とりあえずこれで OK だな。さあ、超えたぞ。超えました。我々は。ユナは？多分中だ。多分じゃなくて確かめろよ。おい、今さら起きてもないだろ。でもなんだこれ、このなんだこのあれは、なんなんだ。祈り子だ。召喚師の心と重なり、召喚獣の力を授ける。エボンの秘術で取り出され、象に封じられた人間の魂。あれもまた哀れな使者だ。ユナ。一網打尽。お前たちには裁判を受けてもらう。公平な裁きを期待したいものだな。せいぜい祈る。バーハムード来たか。かっけえな。とんでもねえ展開だな、マジでよ。こっからでもすごいな、ほんとなんかな。ここに突入してからの怒涛の展開が。これよりエボン最高法廷を改定する。クロノトリガーじゃん。ドゥ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 ルだな、完全に。これエボンの名のもと、厳正なる真理を行う聖なる法廷である。裁かれる者よ、エボンを信じ真実を述べよ。ギルク、ロンゾロウ氏。召喚師ユーナ、汝はエボンの民を守る使命を帯びた身であろう。はい。ならば問う。汝はシーモア・グアド老氏に危害を加え、さらにアルベド族と手を組み騒乱を起こした。これはエボンの秩序を乱す許しがたい反逆行為である。何故このような暴挙に及んだ。その意図を述べよ。それは、真の反逆者はシーモア老師です。老師は父にミジスカル様をその手で。なんですと。おや、初耳でしたか。そればかりか。シーモア老師はすでに亡くなっています。さまよう死者を異界に送るのは召喚師の大切な務め。ユーナは召喚師として当然のことをしただけです。マイカ総老師、どうかシーモア老師を異界へ。死人は異界へ。
そう申すか。はい。老師、死人は異界へか。さよう、わしも死人よ。のマイカ総老師は賢明な指導者、死して名をスピラに必要な人物。優れた使者による指導は愚かな聖者の支配に勝るの。生命は所詮虚しい夢、生の後に来る死こそが永遠。人は死ぬ、獣も死ぬ、草木も死ぬ、大地さえも死ぬ。スピラのすべてを支配するのは死の力に他ならぬ。逆らうだけ無駄というものよ。ならば真は、私は召喚師です。父と同じ召喚師です。真がもたらす死を止めようと旅を続けています。それも無駄だとおっしゃるのですか。私だけじゃない、真に立ち向かってきたたくさんの人たち、その人たちの戦いも犠牲もみんな無駄なんですか。無駄とは言わぬ。確かに召喚師が何人犠牲になろうとも真は倒せる。復活を防ぐ術はない。なれど戦う者の勇気は民に希望を与えておろう。召喚師の生も死も決して無駄にはならん。無駄にはならんが解決にもならん。いかにも。それがエボンの真実。マイカ様、変わらぬことこそエボンの真実、継続こそがエボンの真実。変だよ、おかしいよ。真実に異を唱える、これすなわち反逆者。マイカ様、無駄だ、とんでもねえな。これ出れそうじゃないところなんか。出たらでもあれか、落ちんのか。ユナ、どうしてっかな。さあな。だが立ち直るさ、強い娘だ。確かに立ち直ったって、旅続けたら死んじゃうんだろ。スピラってさ、誰かが死ぬとか殺されるとか、そんなのばっかだな。ああ、死の螺旋だ。あ、死を撒き散らす真に挑んで召喚師たちは死んでいく。召喚師を守るためにガードは命を投げ出して死ぬ。祈り子の正体は死せる魂、エボンの老師は死人、スピラには死が満ちている。真だけが復活を繰り返し、死を積み重ねていく。永遠に巡り続ける死の螺旋だ。ああ。なるほど。スピラはあれか、スパイラルのあれか。そういうあれがあんのね。すげえな。じゃあもう仕組まれたものって感じだ、それってなんかもう。出ろ。お前らの処分が決定した。処分？処刑の間違いではないのか。何を言う。親友を処刑するはずがなかろう。よく言う。悪いキノピオだな、本当にあいつは。
さて次はお前か。どういう処分だ。さっさと行け。みんなはどこにいんだよ。そこら辺に浮いてんじゃねえか。てか悪くなりすぎだろ急に。口調が悪人すぎだろ。なんでそんな一応エボンのあれだろ。なんかなんなんなんでそんなあれなの。おお無事か。おお。どういう処分なんだ。のたれ死に狙いってやつかもな。ああ、危険なやり方。ユナは？わからない。ここで待ってたら来るかな。出口で待とう。出口、あんのかな。ロンゾの老師はどうした。私の父殺しがお気に召さないようで。所詮はロンゾよ。頭が固いばかりで役に立たん。それに比べて召喚士ユーナは大召喚士ブラスカの娘。生かしておけば利用価値はあります。あの娘はエボンの秩序を生み出す。生かしてはおけぬ。かしこまりました。諦めろシーモン。あの錠剤の道に放り込まれて生きて出た者はおらん。なれど万一突破せぬとも限らぬ。出口に兵どもを配し、あやつらが現れたら始末せよ。その任私にお任せを。おお、花嫁を手にかける。花嫁だからです。せめて私の手で。待て、俺も行く。私を信用できると。父殺しの男を信用できるか。結構、ご勝手に。病みすぎでしょ。急に病みに。すまねえ。染まってんな。残念に継ぐ。石板がある。踏んでも反応しない。はあ、光の痕跡石板ないと何も起こらない。なるほど、なんか起動装置みたいな、そういうあれ。なるほど。そして私はどこに行けばいいというんだ。まあ、適当に行けばいいだろ。とりあえずあれだな。大丈夫かこれ。この曲なんか結構印象残ってんだよ、流しに。なぜか知らん。で何もない。上に行けって言ったら、あ、でもなんかあれじゃん。なんかいろいろなんかあの見なきゃいけなかった気がするな。これあれじゃん。やばいんじゃん。ちょっと。もしや。てか言うな、久しぶりだな。まあ、適当に行くぞ。あ、でも敵が出てこない。敵が出てくるではないですか。だだだだ。でこの差が長いんだよ。おやめろ、殴ってくんじゃないぞ。もう逃げるしかないな。逃げるぞ。もうとんずら惜しいよな。ここでフレンドスフィアでトンザラをなんかあのティーダにティーダにや。あ、できんでね、それ。もしかしたら。え、それ不可能じゃないよね。なんかさ、なんかそういうのなかったっけ。特殊ねえ。仲間が発動したら特殊入手できる。あ、ここでってこと。こういう、例えば。あー、まあまあまあ、じゃあとりあえずこれで。じゃ例えばだけど。あ、できないじゃん。できないのか。なんかあんのか、そういう。そういう類のあれがあるのね。ケアルラ？え、ちょっと待って。ほう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 。レベル4、レベル4であれか。そんな恐ろしいあれがあるの。とりあえず片っ端から言えば。よくわかんねえから、訳が上がらんから。とりあえず片っ端から言えば。あ、これでいけるってこと？多分そういうあれなんじゃないの？誰もいないの？ほうほう。そんなにまあ広くはなかったような気がするんだけど、どうなんだろうな。
まあ敵もいなければ俺はそれでバンバン。いや出てくるね。ルルルルルルル。まあでも戦った方がいいんだろうな。仲間がちょっといてくれれば、仲間がいてくれれば助かるんだけど、いけない。まあ、とりあえず適当に徘徊するわ。まあ、徘徊するしかねえだろ。もうそれしか残されてねえんだろうには。深夜徘徊だよ。なんか変な謎の矢印じゃなかったな。まあ、幸いにも、いや幸いでもあれ何でもねえな。失敗することあんのかな。だからもう終わりじゃない、多分。多分終わりでしょ、その、なんつうの。変な人もいる。どこかに出口があったはずだ。それを探すしかない。どっかに出口があったって、もうこの世のどっかに聖剣は眠ってるみたいな、もうそういうあれじゃないか。そういう類のあれじゃないか。とりあえずじゃああれかな。まあ、こうやってまあ適当に。まあ、いいや、じゃあこのままちょっと 半時計回りでちょっと行ってみる。そのまま行けばもしかしたら何かしら。あるかもしれない。どんぐらい強いんだこれは。まあ、これで分かる。いや強すぎだろ、強すぎだろ。もう化け物の強さだな。さあ逃げるぞ。前で戦うという手はあるんだ。置き去りにされた。あのこれでやなんていうの、オーバードライブ貯めることもできるんだよ。あ、それはありじゃない、それはありだ。確認セット修行、もうそれでやってもいいってことだよな。てか本当に FF10 ってあれだな。なんかエーテルマジ手に入んないね。そんなことってありえない。相当貴重なんだろうな。あ、決まり。ユナ離れてすまない。決まりおじさん、決まりおじさんとか、まあ、決まり結構若かってきますけど、割と若いでしょ、この人。メガポなんかないのか。その俺はどのようにしていけばいいんだ。ルン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 。ほら揃った感じはあるな、揃った感じ。あ、でもこれちょっとルール欲しいな。強くね。これ溜まってくれれば、溜まってくれればですよ。どんどん攻撃しすぎだろこいつら。まあ石化ブレスでもぶっ飛ば、まあ、ぶっ飛ばすことができるっていうあれだよな。ルルルルルル。もう無理だ。まあ殴ればあれでしょ、全然倒せる気しないもん。でもティーダがいないってのはだいぶきついよな。あのこれどんどん溜めればですよ、もう石化ブレスもいけんじゃねえかっていう。ウォーターやべえな。まあ逃げれよこれ。もうこのタラカは逃げていいだろ。ルルルンルンルン。いやとんでもねえな。てユーナ全然鍛えてないんだよな。そもそもそんな鍛えてないから、もうこれどうにかしなきゃ。なんもないの、何もない。そんなことがありえんのか。これ結構なんか広くない？ってわけわかんないんだけどな。そのちょっとやめて。ちょっとわけなんか俺が混乱するから、なんかもう勝手になんかガチャガチャなんのがすげえあれなんだよな。混乱を招いてしまう。それ危険だぞ。ここあれじゃない？戻ってきたんじゃないか？他の方々どこ行った？ルールどこ行ったんだ？先生今度チャンスだ。チャンスね。まあ召喚でまあやるのもありかもしれない。まあとりあえず逃げよう。ルンルルンルルンルン。それ決まりのオーバードライブなんかためらんねえのかな。他のキャッツのセットダメージ受けるタップ。ああ、これよくね。仲間か。まあそれはそれでいいんじゃん。まあ一回ここで回帰するべ、回帰するべ。これは何もない。じゃあ真ん中行くぞ、真ん中。お、今度あれだね。あ、それ、これでいけると。はあはあはあ。ここは、もしや結構広いんじゃねえかっていう。これ広い、もしかして。クロマスフィア。これは？
あー、なるほど、該当するあれが増えたってことね。待っとるこれ。あ、そういうあれ、なんかあの飛ばす的な、なんつうので、今空いてなかったからそういう風になったってことか。多分そういうことだね、きっと。なるほど。え、つまでどっち行ってね、こう行ってまた行くしかねえよ。じゃあもうわけわかんねえ。あ、でも左から行かない。ちょっともう仕切り直しで行くわ。じゃあわけわかんねえから、ルールいねえな。どっかしらにいそうな感じがするけど。トゥル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 。なんてややこしいんだ。ややこしさが半端ないんだ。こっちはいけないべ。こっちがいけない。まあ、じゃあとりあえずこれで行く。こっち行ったっけ？こっち行ってない。お前そこにいたの？ルル、私、今は何も言わなくてもいいわ。そこにおったのか。白マスフィア。まあメンバーどうすかな。とりあえずこうだな。トゥルトゥル。オーバールールのオーバードレン。まあいいんじゃないの。よくわかんないけど。でこれは？これ何もない。この野郎。このハゲチャッピンにしてやっから。何回攻撃したってんのもこいつ。ちょっと勘弁して、勘弁してちょうだい。よし、さあ行くぞ。落ち込む。うえー、もう完全に迷ってる。もう血迷ってる今、完全に。この飛んでもやばいな。ルルル、かっこいいな。なんか装備してんな。720、すげえ。なんか経験値も少ないんだよな。なんかやたらと。これじゃねえか、これなんじゃねえかっていう。これでこのなんか突破できんじゃねえ、これ。これあの左上のとこに行ったんだが、もしかして、あ、これでここがあり、はいはい、ワダスフィアで、これでなんかあんじゃねえか、何かしらあるんじゃねえかっていうあれがあるんだが、どうだ。あ、さらにこっから、ほうほうほう。あ、間違えた、乗っちった。どこに連れてかれる。あ、いける。あ、それでいけるのか。なるほど。で、これあれだろ、あそこだから、上、左、左は下かな、多分下だよな。とんでもねえな、ここは。故障するとかないな。これでいけるか。で、これで私は、これじゃ左下ってこと、これどこだ、これ。あ、ここか。で、これで、攻撃いけるようになってんのか。ああ、はいはいはい。え、これは通れんの、それともなんかあのなんか持ってくる的な。普通にいけるの、これ。お、この赤くなった。また絶対これやべえやつだ。もう逃げるから、逃げらんないの。だったら召喚だろ。だったら召喚でよ。え、バウンド使いたい。またブルジョアだ。あ、こいつ雷効かねえかもしれない。もしかして雷効かないんじゃないかって。あ、でも普通に殴ればあるかな。それ殴る。おい、けんねん。ウォータラか。相性悪い。相性悪いの。ここで貯めとけば、あれなんじゃないですか。え、でも回復できるよね。回復できる。それ怖いね。めちゃくちゃ怖いんだけど。そういう戦法がいけんじゃない。お、しかも、お、レベル上がるじゃん。お、ここいいな。ガードされてる的な。あ、普通にいけんね。あ、いけんの。しかも逃げらんねんのか。やめてくれ。やめてくれ。お、でもさ、これでよ。これ伝説のあれです。ちょっと待ってよ。あー、なるほど。どうすっかな。まあ、適当に任せるか。シンボルエンカウント的なあれ、なんかあんのか。まあ、よくわからん。ちょっと俺もいろいろ大変なんだよ。でもこっから先なんかすごいなんかやばかった気がする。もう常にやばいから。
なんで自分を回復するんだこれ。悪が今日するとめちゃくちゃなやつだなこいつな。やめて。もうどんだけわがままなの。わがまま超えてんな。じゃあメテストリックだ。あんまりっていうか普通に殴ったが強いって言うの。なんだろう。おお、行きましたね。一回これで戻して戻すで。センキューペチマッチ殴る。ルル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 。いやもう大丈夫かな。ちょっとなんか俺も心配になってきた。なんかもうこの先の展開が全部長いな。まだ来るか。いやこれはなんかメッセージなんじゃないかこれ。これもしかしてそういうこと。これはメッセージなんじゃないかこれ。そういうこと、そういうことかもしれない。いやシーはマジかっけえな。この逃走の仕方がなんかあれじゃん。とんでもねえぞ。力を貸してください。おう頼んだ。めちゃくちゃ溜まるもんな。恐ろしく溜まっている。ルルルルルル。恐ろしいな。でここでユーナをちょっとあれだな。レベル4、あちょっとレベル4持ったっけ。持ってるは持ってんだよな。1個か。1個って相当あれだね。それはだいぶ貴重ですよ。3あった。それは重要だな。ここか。まだなんかある。もうでも視力もあれだからな。しかもケアルラ来たんで。おお、ケアルラ来ましたか。オッケーだな。オッケーちゃんですね。ユーナ君、やはり君か。なぜここに。何平原で飛空艇から降りてベベルに来たら木のクロウ氏に呼び出されてね。反逆者を始末しろとの命令だ。やる気か。ジーンの命令は絶対だ。たとえブラスカ様のご息女といえどやらねばならん。ガードは二人いたはずよ。マローダとパッセならここにはいない。汚い仕事を請け負うのは僕だけでいい。ユーナ君残念だ。なんで頑固親父じゃねえか。親父半端ねえな。何を考えたんだよこいつは一体。ユリドだ。ユリ来ました。まあ、シバ出してもいいけどあれだよな、まあ、お互いにまあお互いにとってのあれじゃん。まあやばいやん。召喚獣で勝負だ。いや召喚獣勝負ぶっ飛ばせじゃねえかもうこいつ。殴り倒せばいいじゃんもう。そこら辺のなんかもう石拾ってない投げつけてる。それでいいよ。ブリザラ。おやる気満々だなあいつな。やばくね。えてかなんかもうオーバードライブになってないんだもん。何コンコン言ってんの。おしまいだ。よし、まあ、これが成功法なのかな。ちゃんと貯めといてみた。ただこれ後々の展開がちょっとやばいかも。これはもしやまあ、あれか、まあ、いかに無傷で、みたいな感じだね。あ、でも一回一回そうなんのか。一回一回そういう感じだ。あ、じゃあマスター召喚みたいなのできると思った。それはまだ結構助かる。それは非常に助かる。まだまだ。あー、だった、多分ね、まあ、俺ここでバハムト出したのにねかっていう、そういったちょっと疑惑があるんだよ。くる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 。やべえな。
もう天からの使者で、このバハムトがいい。登場の仕方がいちいちかっこいいね。芝という、石だ、石、この石を投げつける。インパルス使いたいんだけどな、使いたい。おーい、しかもガガありますよ、レディーガガですよ。五代目やばすぎだろ。いや、バハムトならいけんだろ。バハムトならいけるっていうのがちょっとなんかあれがね、謎のちょっと信頼感のサンダーがね。ゲージめっちゃ溜まるな、あいつもね。ソニックイング。そんな食らねえじゃん。全然食らねえじゃん。バハムト自体は結構なんか強いイメージあるから。はい。どうだ、粘るね。粘りますね。うわ、使いたかったな。4つ使いたかったぞ。めちゃくちゃ強いんだけど、普通に殴っても強いじゃない。今までの何だったの、今までの強さ。おお、来やがった、シューティングで。いや、多分耐えられるんだろ、これ。これでも耐えそうだけど。あれ？どんだけ強いの？もしかもこいつなんかなかなか強いな。え？行きますよ。行きましょう。メガフレア。やば。なんかすげえ遅くなってる、ね。大丈夫？大丈夫か。俺ちょっとすげえ心配になってきた。なんか、いや、もうこの召喚獣同士の戦いはなんかとてつもない負担がなんか俺ちょっと心配になってきた。ちょっとこれやばい。ちょっとこれバグったりしねえよな。ちょっといろんな、ちょっといろんな方面でちょっとなんか俺のちょっと心配がなんかできた。俺のプレートがぶっ壊れてんじゃねえかっていう。大丈夫。3020、意外とあれだな。そんないかねえな。でも倒せばこれおそらく。え、あ、もうちょっと行った。お、やばい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 ぞ。3回攻撃でまだいけんだろ、まだいけんだろ。体力じゃ1万ぐらいあるんじゃねえか、こいつ。なんかもうメガフレアはちょっと使えないんじゃねえかっていう、ちょっと危険なあれがある。こういった、やっぱ殴りが最強なんですよね。なんだなんだ、この世は殴りが最強なんだ。で、これはあれなのか、一人一人はなんか俺召喚できるのかな。じゃねえと、だってもうまずいぞ。まあでも相手がこうやってまあいろんなやつ使ってきてるから俺もあれ召喚できないのか。敵になっちゃう。同じの使えないんだよ。なんで同じの、同じの使えないって非常に下がるわけにはいかない。引き下がってくれよ。どんだけ頑固なんですか。マスター召喚、マスター召喚だろ。で、ここでまあインフリートが溜まってるっていうのと、まあ、このそうバハムト使えねえんだよ。まあ、これ流れていったらあれだ、まあ、芝だ。まず芝で行く。もうしょっぱなでよくない。で、次インフリート行って、え、そういう感じでいけるよね。ジュノートだって無理だろ。無理でしょ。そう、これ下手したら一発でなんかこちらやられる可能性も6400。お、やべえぞやべえぞ。意外といける、もしかして意外といけるパターン。このなんか押し切れ、なんか押し切れそうな気もしなくない。どうなんだろう、いける、それともこれで押し切れみたいな。実はそれもありそう。どうだ、でもダメージは結構いったべ。いや、めてー、守るでいけるか。いや、無理な気がすんだけどな。これどうなの、
なんか音があった気がするんだけど、なんかすげえあれだな、メガフレアメガフレアとんでもないことになってんぞなんでこんななっちゃったの。え、このバトルかな、このバトル限定かこれ。え、てかそもっと、そんな遅かったっけ。いや、もっと早かった気がする。おっ、なんつなんでこんななっちゃったの。バハムトウェイ、さすがにこれ耐えらんねえ、さすがに耐えらんないでしょ。どうだ、飛んでも、おー、耐えてしまった。え、芝でゲット、守る意外と強いんだな。ゴー、ちょっともうやめて。当たったら、あ、いけんの。じゃあ戻すか。じゃ戻してイフリートいこうぜ。あの、そうです、これユーナが食らう、あ、でもこのままいけんのか。ユーナが食らったらもうやべと思ったよな、きっとな。じゃあこれで体力どんぐらいなんだろう。1万8000ぐらいあるかも、もしかしたら。とりあえず守るのあんだったらあれだよ、ね、ヒリとこんな感じでしょ。周りでゆっくりでしょ、ゆっくりってか普通にいけるでしょ。4113か、ダイヤモンド出すとどんだけ強いの。あ、まずいねこれは。でちょうど3ターンでここに来ればいきますか。あ、今くらいか、それやめてくれ。せっかくのなんかもうこういうもの、狂ってやがる。さっきなんかディスクボなんかすげえ回転したからね、ギューみたいなすげえなんか落としたからね、もうなんかあのバハムートのなんか上の呪いがかかったかもしれない。ちょっとバハムートの呪いがかかった。ちょ、やめてくれよ。これであの、やめてくれよ、ゲームオーバーっつうの。いいな、さっきの爆発の感じがなんかあれ、なんか FF5 のメガフレアっぽい。やっぱ強えな。守るじゃあれが4分の1ぐらいまで減らすってことかだよ。ポケモンじゃん、もう完全にポケモンにしか見えなくなってきた。じゃあエクションで行くか。バルファラも行きたいんだけどな。まあいけんじゃん。なるほど、もう総力戦って感じですね。じゃあエクション頼んだ。まあ、ブルジョアだな、ここは。まあ、こう殴っといて、まあいい感じで。強えな。で、これ、たまに切ったところで、なんかまあ、ギリギリでやるかじゃん。あれ、もしや、行ってしまったんじゃねえかっていうな。オーバーキルいけたかな。いけねえか、さすがに。経験値もらえんのかこれ。寄らないでくれユーナ、行きましょう。この先に地上への通路がある。お、とんでもないあれだな。てか今アーロン喋った。お、